今回の動画ではですね、Firefox を、ブログカスタマイズに、横に活用しようというシリーズですね、一つとしまして、Firefox アドオンのですね、今回はですね、カラー、色合いをですね、簡単に、見つけ出してピックアップしてくれる、カラーピッカーの一つなんですけれども、カラージラというのを、ご紹介いたします。はい。ではですね、早速、サイトの方へ行ってみます。こちらです。こちらが、Firefox アドオンの、カラージラのダウンロードページですね。はい、もうお分かりかと思います。こちらですね。はい、こちらを Firefox で追加ボタンをクリックして、ダウンロードします。インストールですね。はい、このような結果が出ますので、この今すぐインストールというのがアクティブになるのに、3、4秒かかりますので、ちょっとお待ちいただいて、アクティブになってから今すぐこちらをクリックします。はい、2回押しちゃったんですね、さっきのね。はい、再起動して更新完了してくださいということですね。再起動することによって、カラージラが使えるようになります。インストールは完了するということですね。再起動が、終了しまして、こちらカラージラの本家のページですね。はい、こちらは、まあ、興味があればご覧になってもいいかと思いますけれども。はい、ではですね、早速使い方の方、行ってみたいと思います。こちらにですね、サイトがあります。デモサイトですね。カスタマイズ用のデモサイトとして使っている、サイトです。ここでですね、早速、カラージラを使って色をピックアップして、その色を変えてみたいと思いますね。やってみたいと思います。まずですね、こちら、ここをご覧ください。ここにスポイトの形の、ツール、アイコンですね。アイコンができていると思います。まずこれをですね、クリックします。クリックするとですね、マウスの形が変わったのが分かる。カーソルの形が変わったのが分かるでしょうか。はい。この十字になってますね。この十字の状態で、色のあるところ、マウスオーバーすると、下のステータスバーが変化するのが分かりますよね。今は、シャープ、FF、FF となってます。これは白ということですね。はい、今は、シャープ、5、F707、A となってますね。はい、じゃあ、グリーンのところに行きましょう。はい、シャープ、008000となってますね。で、ブラックと。はい、シャープ、000000。こちらです。ちょっと灰色っぽいですね。シャープ、ED。このように、使われているカラーが、マウスオーバーするだけでこうやって見ることができますね。そしてですね、マウスオーバーだけではなくて、クリックをしますと、クリックをしますと固定されます。ここが色が変わったのはわかりますでしょうか。先ほどのスポイトのバックグラウンドが、グリーンに変わりました。ちょっとこれ、ダブルクリックします。はい。そうするとですね、カラジラ、カラーピッカーというコマンドが立ち上がります。これが、ヒストリーで、履歴ですね。今これ私がクリックしたところですね。この履歴が残ります。これをですね、ウェブ上に保存することもできます。これももしよろしかったら試してみてください。これをクリックすることで、カラジラのウェブサイト上にこの履歴を残すことができます。それでですね、微妙にこの色を変えたい場合とかですね、これカラーピッカーのタブをクリックしまして、現在、このグリーンのところなんですね。なんか色がずれちゃったんでしょうか。灰色、ダークポーンですね。ちょっと一回これキャンセルします。ポチッと一回クリックして、それでですね、ダブルクリック。はい、そうするとですね、今、選択した、グリーンのカラーがこちらの方に表示されています。この例えば、このままコピペして、スタイルシートに入れ替えることができますので、非常に簡単に、スタイルシートの変更ができるようになっていますね。
例えばこれを少し色合いを濃くしてみたりとか、このように、好きなところをクリックすると、この数字が変わります。色も変わりますね。はい、このように、ピックアップしたカラーで変えていくことができるんですね。ちょっと、ちょっとこの辺にやってみましょうか。コピー。はい、では、ワードプレスのテーマの編集画面、スタイルシートの方から、先ほどの、サイドバーですね。ここですね。右サイドバーの先ほどの、グリーンのところですね。私、めんどくさかったね。英語でグリーンと書いてあるんです、はい。ここにですね、今、ピックアップしたカラーコード、これを貼り付けまして、シャープはいこう、はい。シャープ 90FF8F というふうに、指定して、ファイルを更新しています。ではですね、読み込み直しますね。はい、コントロールキーと F5 で、読み込み直します、はい。先ほどのかかったグリーンがこのように、薄いグリーンですね、はい。こういうふうに、変更することができました。またですね、使い方としてはですね、これ、ポチッとクリックしますね。ここの色は何だろうと。クリックしますね。そしたらこれをコピーします。コピーして、また管理画面の方ですね。どのブログでも同じですが、スタイルシートを編集できるブログであれば使えますので、そうしましたら、コントロールキーと F キーを押して、検索窓を下へ出します。そこへ先ほどのコード、カラーコードを入力すると、コンテンツ H2 となってますので、コンテンツのちょっと H2 の、カラーということですね。はい、H2 というのは、通常は、ブログの記事投稿 などに使われるんですが、このテンプレートの場合はなぜか、日付に使われています。日付の部分ですね。ここですね。つまり、このヘッダーの部分とこの部分が同じ色を使われているということですね。ちょっと確認してみましょう。上から表示されますので、検索したときに上から表示されますので、次を検索と。次を検索。コマ H2 ですね、コメント。はい、これ H3、はい。ナビゲーションコンテナ、上のメニューバーですね。はい、最後に P クレジット。これがですね、フッターという部分です。ちょっと変えてみましょうか。はい、ここをですね、じゃあ、灰色にでもしてみましょう。はい、ファイルを更新。読み込みましょう。字が見づらくなっちゃいましたね。灰色にしたんで。この色が変わったのが分かると思います。このようにですね、ピックアップしてどこにどんな色が使われているかというのを検索窓と、連動して、探し出すこともできます。はい、いろいろな、ね、使い方次第だと思うんですけれども、このような色合いに合わせたいなというときには、カラーをピックアップするとかですね、このオレンジだったらオレンジをピックアップすると、そういった使い方、また、先ほどのようにカラーコードを直接入力して、スタイルシートのどこに記述されるのか探したりですね。そういった使い方ができます。どうぞ皆さんも使ってみてください。はい。ブローチャンメタバースのマサでした。